皆様こんばんは。6月の6日午後9時54分を回ったところでございます。ビートマン TV のお時間でございます。このチャンネルではですね、仮想通貨関連の最新重要ニュースや、あとはチャート分析を通しまして、皆様の資産を10倍、100倍、1000倍にするようなお手伝いをさせていただきたいと思っておりますので、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、それではですね、本日週明け月曜日の第2部のね、配信を行っていきたいと思いますけれども、私もね、何時頃でございましたでしょうか。8時半ぐらいにね、自宅の方に戻ってきまして、何を見ていたのか、そうでございます。皆様、サッカーでございます。日本代表対ブラジル代表ネイマールさんがね、PK をブリッと決めたところで諦めて、あちらでございます。諦めんじゃねえと諦めてね、収録の準備に取り掛かったというところでございますけれども、まあね、強いでございますよね。今年ワールドカップが今年で良かったんでございましょうかね。勘違いしてますか。今年でございましょうか。それがあると思いますので、またまたね、今年あるんであれば大盛り上がりをね、日本全国で、見せていくんじゃないかというところで楽しみなところでございましょう。開催場所がどこ、カタールワールドカップでございましょうか。ですから時期的なものもなんか夏とかそういったところ時ではなくて、なんか10月とか11月ぐらいに開催をされるみたいなところで良かったんでございましょうかね。まあね、私もやっぱりこうサッカーをね、見るのは好きなところでございますよ。でもね、今のね、あの日本代表の方で有名な方ってね、私あんまり知らないんですよ。最近というかね、まあ前回のワールドカップぐらいまでは見てたんでございますけれども、ちょっとサッカー自体にね、今まあ興味が薄れているようなところ、まあね、あれでございましょう。まあ視聴者様の中でも、サッカー大好きよという方がたくさんいらっしゃると思いますし、今の日本代表であればこいつだという方がね、やっぱりいるんじゃないかなというところで、まあここ、ワールドカップね、ぜひともぜひとも日本代表頑張ってほしいなというふうに思ってる次第でございます。よろしくお願いいたします。そして、その絡みの中でね、なんかこうワールドカップの時に、なんかこうジムがね、ジムとかまあジム、そちらが、こう何か使われるみたいなことも、ちらほら話では上がっておりましたので、まあジムね、今かなり様子は良くないでございますけれども、まあそういったところをね、めがけてグリッと上がってほしいなと、お尻突き出してバチバチバチと上がってほしいなというふうに思っているビットマン TV でございますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。まあね、また熱き戦いが、負けられない戦いがまたまた訪れるということで、皆様注目しておきましょう。よろしくお願いします。そして負けられない戦いと言ったら何か、そうでございます皆様、今日の第1部の配信でも申し上げました通り、バイビットさんの方で WSOT の2022でございます皆様、開催されるような状況になっておりますので、もしよろしければ、私、ビットマン TV をね、作っておりますので、6月10日からエントリー開始でございます。この動画の一つ前、今日の朝ね、収録をしたものでございます。昼ぐらいだったかな？昼ぐらいに収録をしたものでございますけども、そちらの方で、もうガチッとこうね、親指でバーンとね、開いていただければ、もう冒頭部分で、大まかな流れというのを説明をしておりますので、もしよろしければね、こちらを要チェックでよろしくお願いいたします。もし、アカウントをね、お持ちでない方がいるんであれば、バイビットさんね、お持ちでない方がいるんであれば、私の動画の説明欄の方にカリッと貼っておりますので、リンクを貼っておりますので、ぜひともね、こちらご活用いただければ、私自身も大変ね、嬉しい限りでございますので、よろしくお願いいたします。隠す必要はないと、はい、アフィリエイトでございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。YouTube はね、ただで、ご配信をね、している次第でございますので、分かったと、は、まあ、使うからなと、リンクぐらいだったら使ってやろうかいなという方がいるんであれば、ぜひともぜひともご活用いただいて、その流れの中でね、6月の27日から、開始をされます WSOT のね、一緒にバディになっていただければ大変こちらも嬉しい限りでございますので、よろしくお願いいたします。はい、ごめんなさいね、ご案内になりました。まあ私がね、普段使っている海外の取引所に関しましては、動画の説明欄の方にね、漏れなくバンバンバンと貼りまくっております。はい、言葉でまあ口で言うならば、今さっき言ったバイビットさん、そして今大会がね、開催をされておりますよ。 KCGI が開催されておりますけれども、ビットゲットさんですね。こちら FX 関係はこの2つの取引所をメインとして使っている。そしてバイナンスさん、あとはゲート .io、 ゲートさんはね、現物取引をメインに使っている。そしてビットルーですね、ビットルー。そして最後締めくくるのはあちらでございますよ。はい、 OKX さん、この6つの取引所を使っておりますので、ぜひともね、もしお持ちでない取引所があるんであれば、こちらもねご活用いただければなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。はい、で行きましょう行きましょう。今日の内容なんでございますけれども、第2部ですよね。重要ニュースがお一つ、そしてチャート分析がビットコイン、イーサリアム、あとはライトコインですね、ライトコイン。そして、ちょっとね、強い、あちら、様相がまあかなりいいね、トロンを見ていきましょう。トロンね、結構いいですよ。強さがね、出ている。で、最後締めくるのは、ソルを見ていきたいというふうに思いますので、皆様、ビットマン TV の週明け月曜日の第2部の配信、ぜひとも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 楽しんで
てご視聴なさってみてください。よろしくお願いいたします。レッカウ、お願いいたします。お願いいたします。まあね、最近どうでございましょうか。あんまりね、動画の視聴回数も伸びていないということで、やっぱりね、仮想通貨業界の方からお人様がね、まあいなくなっているのかなというにも思いますよ。まあ、ここがまたまた大盛り上がりをね、見してきたらまた笑顔はこぼれる毎日がね、訪れるわけでございます。皆様。まあ、とにもかくにも、一回ね、入って、くださりました。まあ、くださりましたって言うけど、別に私のものではないんでございますけども、入ったね、この仮想通貨業界、なんとしてでもですよ、いいですか、皆様。しがみついていきましょうということで、よろしくお願いいたします。ある程度、現物中心にね、買い集めを行って、後々のまたまた上昇。うん、アルトの夏、アルトシーズンがまたまたね、訪れる、確実に訪れるかなというふうにはね、やっぱり思っております。まあ、あまりね、確実にとかね、断定的なことは言いたくないんでございますけども、来ない理由が逆に見当たらない。はい。ない証明は難しい。悪魔の証明でございます。ですから、私はね、そういったところも思うと、はい。やっぱりアルトシーズンというものがまたまたぐん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 と訪れてくるんじゃないかなということで、そこに向けてね、やっぱり仕込みをしていきましょう。で、そこの現物をね、購入する資金を、うん、やっぱり FX であるとか短期勝負でね、ちょっと稼いでいくっていうのもありなんじゃないかな。まあ、100% 稼げるというわけではないでございますけども、今ね、様相としたらだいぶいい方向には流れてきておりますので、ロング、をね、一つ、考えてみてもね、いいところにはいるんじゃないかなというふうに思いますから、落ちてきた時の押し目がいいっていうのは、ある程度意識をしておいてもいいんじゃないかなというふうに思っている次第でございますので、よろしくお願いいたします。まあね、$31,400 あたりをね、今、ぐぐぐっとね、持ちこたえているような状況ですから、もしかしたら今日のね、夜中時間にかけて、アメリカの方々が、買いをね、入れてくだされば、パリッとね、上がっていくんじゃないかと、$32,500付近をつけてきて、またまたそこでの攻防、うん、一つ、$32,500付近、400から500ドル付近での、ショートインはね、ありかもしれませんよ。小幅での利益を狙っていくショートイン。1枚あたり300から400ドルぐらいをね、ちょっとこう狙っていくのショートインはありかもしれませんので、そこも合わせてね、チャート分析で見ていきましょう。よろしくお願いいたします。はい、では行きましょう。まずは、重要ニュースを一つ目、こちらポチッとね、行きまーす。なんかね、面白そうなね、ニュースが流れてきておりましたよ。行きますよ。ステップに続け。なんだと。ね。注目のプレイトゥアーンは、次はね、運転をして稼ぐドライブトゥアーンというものが、なんかね、ある国では人気らしいんですよ。ちょっと見ていきましょうか。行きまーす。今最もね、注目の遊んで稼ぐ P2E、まあ、プレイトゥアーンですよね。に、やや暗雲が立ち込めている今、立ち始めている今、今度は、運転して稼ぐ D2E、ドライブトゥアーンに高い注目がね、集まっていることが分かったと。ほう。いきますよ。で、当、ネクストマネーの特集記事、歩いて稼ぐステップンが、アシックススニーカードロップで 26% 急上昇。あとは、ステップン人気爆発みたいなね。ネイティブトークン GMT が、8億6000万ドルの時価総額に急上昇。ムーブトゥーアンアプリのステップンが、中国ユーザーを禁止。まあ、これね、禁止されたっていうことが、まあ、ちょっとこうね、嫌気がさされて今落ちてきているわけでございます。まあね、参入をしていくステップンをね、始めていこうかなと思う方にとっては一ついい時期なのかもしれませんけれども、まあ、これがどこまで落ちてくるかちょっとわかんない。のでね、私もちょっと一時考えている、今かも考えているんですけど、ちょっとまだ様子見とこうかなというのはちょっと思っておる次第でございます。で、行きましょう。はい、中国ユーザーを禁止で報じたように、歩いて稼ぐステップンが爆発的な人気を獲得と。で、ステップに続け P2E ゲームとして注目されたのが D2P ゲーム。はい、クリプトアップだということですね。で、クリプトアップは、これね、クリプトアップっていうところを調べると出てきますよ。はい、クリプトアップは近年爆発的人気を博しているオンラインゲームではなく、うん。オフラインで実車をね、運転する動きと連動した、今までなかった全く新しい形のゲームだと。で、インフラ整備が比較的整ったタイで今、はい、急成長しておりまして、ユーザー数をね、爆発的に増やしておりますってことですね。で、日本でも国内マーケティング及びサービス拡大を図るための日本エージェントを選定していますと。で、今後本格的な活動を準備しているとのことで、日本の他にもね、韓国での展開のため準備をしているとのことだということです。これ新しいものがね、ちょっとこう生まれつつあると。で、このね、ドライブトゥーアーンって、やっぱりこう、例えばね、長距離のトラックの運転手だとかね、例えばこう、どうでしょう、80キロ来て、まあ、安全運転にも一つ繋がっていくんじゃないかなって思ったんですよ。わかります？だから、本当に安全な運転をしている方、それこそね、速度制限とか、そういったものを設けて、その速度以下でね、運転をしている方は、まあ、当然運転をするために稼げますよ、みたいな形でね、行われている、いく可能性もありますし、あとは長距離運転手の方とか、あとタクシー運転手の方ね、こういった方々も、やっぱりこう、日々ね、運転をして、もう何キロも何キロとかいうレベルじゃないですよね。何百キロって走る方もたくさんいらっしゃると思いますので、やっぱりそういったところを加味するとね、一つね、稼げる手段として意外と確立して人気が出てくるんじゃないかなってちょっと思いましたよ、これは。はい。注目しておいてもいいんじゃないかなと思いますよ。で、タイで、今タイでだから人気らしいんですよ。タイで爆発的人気を博した背景があると。うん。クリプトアップは、アメリカのネバダ州に本拠を構える IWEB.INC と戦略的パートナーシップを締結したことを発表。で、IWEB は、2021年に900万人の加入者を抱えるアメリカのね、フィンテック企業のティンゴモバイルを37億ドルで買収した
企業であると。まあ大きいところですよね。で、タイ国内で 5G ネットワークを提供しているほか、はい、運輸省で3万台の CCTV を製造し、CCTV というのは監視カメラ4を製造し、15万台の公共 Wi-Fi を運営する、キャットや、TOT、まあ、いわゆるタイの地上デジタル放送などの企業と 5G プロジェクトの技術サポートおよび、投資パートナーをね、締結している企業としても知られている。まあ、かなり大きいとこということですね。で、クリプトアップのクラウド系、COO は戦略的パートナーシップ締結に際し次のように述べていると。で、ベースのゲームは世界をね、拡大していますと。で、私たちのクリプトアップはオンラインゲームだけでなくオフラインの実車運転にリンクされた初のプロジェクトでありますと。で、タイは、道路がね、豊富な国であり、クリプトゲームを成功させるのに最適な国でありますと。で、タイの運輸省が管理する 5G ネットワークと CCTV を介したクリプトアップの配布と普及に大きな役割をね、果たしますということですね。で、プレイトゥーアーンプロジェクトがどこまで成長できるか、はい、現時点では未知数であるものの、これまでにないビジネス提携、形態と、資産運用スタイルにね、多くのユーザーから期待をされておりますということですね。まあ、このクリプトアップっていうところちょっと開いてみたいなというふうに思うわけでございますけども、まあ、バイトークンっていうのがありますよ。こういった形、ドライブトゥーアーみたいなね。で、通貨はカート。はい。カートという通貨が一応こう、まあ、買えるような状況にはなっている次第でございますけども、まあ、こういったものもね、まあ、やっぱりこう、どうでしょう、ステップみたいな、あんなムーブトゥーアーン系もね、まさかここまで大きくなると思ってなかった方々もたくさんいらっしゃると思いますので、やっぱりこういった、ドライブトゥーアーン、次なるね、何かしらの、だから私たちの実生活に寄り添ったもので稼げていけるよっていうものが、やっぱり一つ、爆発的人気を博す、一つのきっかけにはなるんじゃないかなというふうに思いますので、このドライブトゥーアン、クリプトアップね、一つ注目をね、しておいてもいいかもしれません。はい、それではね、本日の重要ニュースは以上となります。そして行きましょう。本日のチャートプゼンキッパパプーパパプーパパプーパワーよろしくお願いいたします。お願いいたします。では行きましょう。もうこのまま行っちゃいましょう。いきまーす。はい。まずはビットコインですね。見ていきましょう。ビットコインなんでございますけれども、ただいまの価格が31,360ドル付近をね、推移しているような状況でございます。まあね、日足レベルで見ると、まあまだまだ全然ね、小幅上昇も上がったのかどうかすらわかんないレベルでの上昇でございますけれども、まあ短期的な目線でいくとね、なんとか持ちこたえて、2万と、今の段階ではね、2万6000ドル付近を、底値としてぐんぐん切り上げて、安値切り上げ、底打ちをしたんじゃないかみたいなね。やっぱり期待も込められているところでございますけども、さっきも言ったように全体の流れで見たら、まだまだ全然ね、小幅な動きでございますよと。で、まあこれがどうなっていくのか。一旦は、やっぱりこう、さっきも言いましたように、ここですよね、3月の後半から続いている高値を結んだライン。が32,500ドル付近に待ち構えています。そして、ここね、レンジ相場を作り上げていた時の一旦グッとね、上にブレイクしてきて、やっぱり上値を抑えられた32,000、それこそ、まあ、400から500ドル付近ですよね。ここが一つ、やっぱり壁になってくるかなというのは思います。ここを抜けていけば、様相が良くなってくるかなと思うんですけれども、短期的な目線で行くならばですよ、こういった形で、日足のね、弱気の雲も上に待ち構えてますし、中期のね、50日 MA も待ち構えてますから、なかなか一発抜けは難しいのかなと。それを考えていくならば一旦上まで上がってまた押されてみたいな形でまたね、安値は切り上げるんだけど高値も切り下げてうようよフェーズが待っていてからの6月の12日以降に日足の雲の型が降りてきますからここをめがけてグッとブレイク、そうすると雲の中に突入してきてより一層上値を目指しやすい、3万と6000ドルないしは3万8000ドル付近でしょうか。そのあたりをねめがけてグッと力強く上がってこれるような可能性はありますから、そこに対する期待感をね、込めていきたいところでございましょう。この3万とまあ、細かい値位置で言うならば、まあこのね、6月12日を境に超えていった場合は、まあ、3万7000ドル付近が一つまたまたレジスタンスとして、押されのラインとしては意識はされますから、もしこの雲の中突入をしてロングインをしていくんであれば、やっぱり3万7000ドル付近をね、一旦の利益確定ポイントとして意識をしておくべきかなというふうに思いますので、ここはよろしくお願いします。史上最高値から引っ張った高値を結んだラインでございます。で、これを抜けていけば、はい、つまり3万7000ドルを突破してくれば、この右下がりのラインをね抜けてくれば、これはまたまたね強い、上昇が待っているんじゃないかと。4万2000ドル付近までのさらに強いね、上昇が待っているんじゃないかなというところで、そこはね期待を込めていきましょう。で、あと一つはやっぱりね、こんだけ上がってきていても、まあこんだけというか小幅ですけれども、上がってきていても逆にもうねロングがどんどん積み上がっていっている。まあショート勢もね、一番下の図を見てみてください。緑と赤のね、グラフになってますけど、ロング勢はもう9万、そしてショートは2500、まあかなりロング勢がね、ロングが積み上がっているような状況ですから、この決着をどこで行うかっていうのもね、一つ見物でございましょう。まあ
3万4000ドルなんていうところで利益確定をする方っていうのはあんまり考えてないんじゃないかなと。これ一発抜けていけばマジで3万6000から7000ドルぐらいをめがけてね、かなり力強い上昇がね待っているんじゃないかなというところで、そこはね期待を込めていきたいところでございます。まあそれにしても3万2500を抜けていけるかどうかっていうところがね一つのキーポイントになるでしょうから、そこも合わせてね押さえておいてください。よろしくお願いいたします。であとはいいですか、短期的な話もそうですけれども、この右上がりのラインですよね。ですからドルベースでいくならば2万9800ドルあたりを割り込むような下落が起こってしまうと、やっぱり2万8500ドル付近までの下落っていうのがもう一回起こってくる可能性はこれはね当然ありますので、そこは注意でございますね。やっぱりこの右上がりの安値を切り上げていったライン、これを割り込むとね、全ての移動平均線をまた上に覆いかぶさるような状況になりますので、またまたなかなかね、抜けきらない億劫の相場というところが意識されて、ずるっと2万8600ドルっていうところが意識されて落ちてくる可能性がありますので、そこだけはね注意をしておきましょうということでよろしくお願いいたします。今はおそらくね、やっぱりこれ4時間足レベルの200の移動平均線もそうですし、あとは短期の移動平均線とのゴールデンクロスを起こしておりますから、かなりね、落ちてきたとしても、買い支えが入ってくれるんじゃないかなと。ですから3万と、900ドルであるとか、あとはこの中期の移動平均線3万400ドルとかね、このあたりは固く機能はしてくるんじゃないかなと。で、一つやっぱり見物なのは、この中期の移動平均線がぐっとね、長期の移動平均線をブレイクした時には、より一層の強いね、相場が待っている可能性があります。はい。ちょっと引き目で見ますけれども、ここですよね。やっぱり、ここはね、結構大幅な上昇してきた場所かなというふうに思いますよ。やっぱり4万ドル前半から4万8000ドルもほぼほぼ8000ドルぐらいの上昇を作り上げていった起点だ。それがいわゆる長期の200と中期がゴールデンクロスを起こしてサポートとしてぐんぐんいったっていうところがやっぱり要因としてはねあるかなというふうに思いますので、この中期と長期のゴールデンクロスを発生させていったらかなり強いね、上昇が待っているかなというふうに思いますので、そこは期待感をね込めていきましょうということでよろしくお願いいたします。はい、次行きましょう。次はこちら行きます。行っちゃいます。ビッツコインがキングならイーサリアムはクイーンでございます。キモ、よろしくお願いいたします。お願いいたします。いきまーす。はい。イーサリアムなんでございますけれども、ただいまの価格は1904ドル。はい。まだ依然としてディセンディングトライアングルですね。安値一定、高値切り下げのディセトラを抜けていっていないということで、まだまだポジションをね、取るには早い段階にあるかなと。で、もしロングで入っていきたいんであれば、やっぱりこのディセトラの高値を結んだラインを超えていってから、はい。ドルベースで行くならば、1980ドルぐらいを抜けていければね、一旦強い上昇は待っているんじゃないかなと思いますけれども、やっぱりこの4時間の長期がやっぱりねこう邪魔になる可能性がありますので、1980を超えていったら2080ドル付近での利益確定というのは推奨ですから、1枚あたり200ドルぐらいの利益は取れるかもしれませんけども、あまり欲はかかずに行きましょうと。まあ半利確ぐらいして残りをこのね高値を結んだラインでございます。皆様、はい、こちらもそう、4月の前半ぐらいからずっと高値を切り下げていってますけれども、このラインぐらいまでドルベースで行くならば2250ドルあたりをめがけてぐっとね、上がってこれるかなというふうに思いますので、2250ドルでの利益確定というのはいいかなというふうに思いますから、ここは一つね、一考してみてください。よろしくお願いいたします。で、あとはこれね、一つね、ダブルボトムっていうものも、やっぱりこう意識されている方もいるんじゃないかなというところで、1980を抜けても、ちょっとやっぱり2000ドル付近で、ちょっとね、こう、もたつく可能性がありますから、そこは一つ注意。でも逆に2000を超えていくと、ダブルボトム上ブレイク、さらにディセンディングトライアングルも上ブレイクしてますから、やっぱり上目線っていうのが一旦作られていくんじゃないかなというところで、今言った戦略2080から80と、あとは2250ドル、60ドルあたり、このあたりでの利益確定というのは一つね、推奨でございますので、よろしくお願いいたしますよ。で、あと一つ、はショートですよね。ショートに関して言うと、まあディセトラはまだ抜けてないので、このねディセンディングトライアングルの高値を結んだラインでのショートインはありでございます。ただ上にブレイクしてくると強さが出てくる可能性がありますし、さっき言ったねこのダブルボトムのネックライン、はい、このラインを超えていったらやっぱり出てくるでしょうから、少なくとも2000ドルを超えていったらやっぱり損切りをしていくのがいいかなと思います。ショートインをするならば、一つはねディセトラのこのトップ、まあ高値を結んだラインでのショートインというのは、普通に、まあありなんじゃないかなって思いますのでね、逆に言うと抜けていってダブルボトムケースをしてしまったら上に上がっていく可能性がありますから損切りで、あと一つのショートは下がってきた際の1700ドル割れからの戻り売りですね。戻り売りでございます。 OK ですね。ここは一つね狙い目になるんじゃないかなというところでよろしくお願いいたします。で、落ちてきた際にはやっぱり1700ドル、そして1200ドル付近、ここでは現物購入のねチャンスネイチですよっていうのは押さえておいてください。よろしくお願いいたします。はい、で次行きましょう。全然進みますということでございます。行きましょう。行きます。はい、次はこちら行きますよ。ライトコインですね。行きます。行っちゃいます。皆様の皆様の大好きなアレツのお時間でございます。私も大好きでございます。やっ
お願いいたします。お願いいたします。行きましょう。行っちゃいましょう。はい、ライトコインなんでございますけれども、ただいまの価格が65ドル付近をね推移しているような状況でございます。はい、で依然として広い目線で見ていくとですよ、下落のチャンネル内をねグリ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 と推移をねしているような状況でございます。 OK でございましょうか。ですから様相が良くなってくるのはやっぱりこの下落チャンネルを上にブレイクしていってから、そしてこのね長期の移動平均線をクリアしてくればある程度力強さが出てくるから、まあそこに行き着くまでにはね、まあ言っちゃうとこの長期の移動平均線ありますけども、これもどうでしょう、下落チャンネルのレジスタンスラインぐらいまでググッと落ちてはきているんじゃないかなと思いますので、やっぱりここ、111ドル、このラインは引き目で見たらわかると思うんですけど、かなり引き目で見たらわかると思うんですけど、結構ね下から3番目の赤いラインです。サポートラインとしてはかなり効いているところなんですよ。で右側に移動しますけれども、ここでもね抜けていって落ちてきたんですけど、サポートとしてやっぱり意識はされている。さらに右側に行きましょう。はい、一旦ね上ブレイクをしてきてからのサポートラインとしては意識されていて、ぐん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 ね右上がりに上がっていったので、大幅下落を起こしてサポートとして機能しておりますから、111ドルを抜けていったらやっぱりね強さが出てくる、この下落チャンネルの様相を一変するような流れが出てくるでしょうから、まあまだもうちょっとね、上の価格にはなります。あと45ドルぐらいね上げていかないといけない。で、まあ直近の流れで言うならばいいですか、直近の流れで言うならば4時間足レベルを見たらはっきりわかるかなと思いますけども、ダブルボトム形成してます。ダブルボトム形成してますから、これは一旦ね70ドルあたりを超えていけば、もうちょっと時間が経てばこの長期もぐーっと落ちてくると思いますので、70ドルを超えていったら、このね、ダブルボトムの幅分だけネックラインから、そこからネックラインまでの幅分だけ、つまりだいたい10ドルぐらいの上昇が見込めていけるんじゃないかなというところで、80ドルあたりをね目指して上がってこれる権利はね得られるでしょうということで、一つ、意識をしておいてください。よろしくお願いいたします。で、あとはちょっとねここでもたつきがあるので、75ドル付近でしょうか、73ドルぐらい、ここでのこなしがどうなるか、まあただそれにしても直近で言うならば70ドルを超えていければね、ダブルボトム形成からの跳ね上げっていうのがある可能性がありますので、80ドルあたりぐらいまで、ちょっと見ておいてもいいのかなと。70を超えていけば、さっきも言ったように、この4時間の長期のね上に多分乗ると思いますので、そういった意味で言うとね、一つ、80ドルぐらいまでの伸ばし引っ張りっていうのはねありかなというふうに思いますので、ロングインをしたい方はねそこがチャンスですよというのは押さえておいてください。よろしくお願いいたします。で、もし落ちてくんだくるんであれば、下落チャンネルのこの下端値付近、ないしはいいですか、ドルベースでいくならば52、3ドル、そしてこの50ドルあたり、このあたりはやっぱり現物仕込みのね、値打ちとしてはチャンス値打ちでございますので、ここはねガチッとねやっぱ意識しておきましょうよということでございます。ここまで落ちてきたらやっぱりライトコイン、ウィンブルね、もう実装をされたんですかね、やっぱりより一層使用用途としては広がっていく。ウィンブルっていうのは小口決済用のものでございます。ライトコイン、プライバシー関係がねより強化されたもので、より一層小口決済にねライトコインが使いやすくなりますよというものでございますので、そういったところも加味するならば、まあ今はねどの通貨もあまりよろしくないので、後々のね上昇、を期待しながらちょこちょこね現物集めていってもいいんじゃないかなっていう値打ちが、まあ50ドルあたりでございましょうから、そこは一つね意識をしておいてください。よろしくお願いいたします。まあ今は直近でね頑張って上がってきておりますので、ダブルボトムを、形成していって成立させていったら80ドルあたりぐらいまでのね跳ね上げがある可能性がありますので、よろしくお願いいたします。はい、で次行きます。次はこちらトロンをね見ていきましょう。これね様相が違いますよ、見てくださいよ。はい、行きましょう。トロンでございますけれども、ただいまの価格が 0.083 ドル付近をね推移しているような状況になっております。でこの通貨に関してはビットコインとちょっと様相が違って、安値をねずっと、もういわゆるコロナショックあたりからずっと続いているサポートラインをねもうずっと守り抜いているんですよ。ですからこれ強いですよね、はっきり言いますけど、まあ強いかなとは思いますよ。でその上をねぐん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 推移しておりまして、まだまだ安値をねずっと切り上げていっているような状況でございますから、かなりこのねサポートライン硬いなと。ですからもし落ちてきたんであれば、ビットコインがね例えばもし大幅下落を起こしてきてまた落ちてくるんであれば、 0.063 ドルあたりっていうのは一つね、押し目買いのチャンス値位置としては押さえておいてください。であと一つ、今実際問題、ちょっとね短期 FX でロングの仕込み場としてもいいんじゃないかなっていうところにはっきり言っています。はい、見たらわかるように、日足レベルでね、まあある程度レジスタンスとしては効いていて、大幅下落を起こして戻ろうにも戻れなかったラインブレイクしていて、サポートとして何回も何回もね機能していたライン、ここを今実体部分として抜けてるんですよ。そしてあとは日足レベルの移動平均線も基本的には全て下に待ち構えているような状況でございますね。で、あと一つちょっとこうね、見方によるとアセンディングトライアングルにも見えるかなと思いますので、アンパイを切りたいんであればいいですか、ロングインをしてねアンパイを切りたいんであれば、この安値切り上げですね、高値はここ点線で入れましょう、一定値、まあ実体部分でいくとこの辺りかなと思いますけどもね、 0.088、 まあ 0.09 ドルあたりを超えていけば、これ、トロンに関しては力強さが出てくる可能性がありますので、これはねチャンスが訪れますよ、ぶっちゃけた話。
で、あとは4時間で見ていきたいというふうに思いますけれども、こういった形、4時間もいいですか、このね、移動の平均線、移動の平均線、はい、新しい言葉が生まれました。移動の平均線でございますね。これがすべて下にね、待ち構えているような状況を、雲がちょっと邪魔なんですけれども、薄いですね。薄いから特に申し分はないかなというところで、このアセンディングトライアングル抜け、0.09 ドルあたりを抜けていったら、ロングチャンスが訪れますよというのは押さえておいてください。もしくは、今ぐらいから気になる方は、今ぐらいからちょっと打診で仕込んでいってもいいかもしれません。で、逆に、この移動平均線を全部下に割り込んだら損切りをね、していくとか。うん、ですから、0.072 ドルを割り込んだらもうやっぱりもう一回ね、押し目つけてぐっと、このサポートラインまで落ちてくる可能性がありますので、損失を抱えたくない方は、ここを割り込んだら損切り。もしくは、もうちょっとね、損切りを抱えたくないよっていう方は、この短期的に切り上がっている安値を結んだライン。はい。0.079 ドルあたりを割り込んだらもう損切りをしていくみたいな形でね、やっていってもいいんじゃないかなというふうに思いますので、今ちょっとチャンス、値位置にはいますよっていうのは、押さえておいてください。上値の目処。はい。だからどこまで上がってこれるのかっていうのは、結構上が開けてきてますから、0.09 ドルあたりから、うまくいけば 0.12 ドル付近までの上昇っていうのは見ていけるでしょうからね。ここに対する期待感は込めていきましょう。よろしくお願いいたします。今ね、あまりいい相場感じゃない中では、かなりね、頑張って上がっていってるトロン、いい形に仕上がってますよっていうのはね、押さえておいてください。よろしくお願いします。あと、市場最高値から引っ張ったヒゲ部分まで加味したこの高値を結んだラインも、まあ、超えてはいってるんですよね。うん、いってるんですよ、超えては。ちょっとごめんなさいね。はい、こういった形。高値を結んだラインね、ちょっと荒いですけど、超えてはいっているので、そういったところも加味するとね、結構いい通貨には、短期 FX で仕込んでいくにはいい通貨にはなっているんじゃないかなというところでね、一つ押さえておきましょう。はい、次いきます。トロンチャンス通貨ですよっていうのね、押さえておいてください。で、今日の最後ですね、見ていきましょう。今日の最後は、ソルをね、見ていきましょうかね。いきます。ソルなんですけれども、ただいまの価格が 43.8 ドル付近をね、推移しているような状況で、この通貨に関しましても、長いね、まあ、過去下落チャンネル、ない、もしくは、過去ウェッジですよね。ウェッジを、形成しているような状況でございますよね。ちょっとごめんなさいね。ラインを入れておきましょう。はい。ウェッジであれば、まあ、こういった形かなというふうに思いますけれども、こういった形。はい。で、まあ、作成をされているというところでございますね。はい。ここですよ。高値を結んだラインとね。こういった形で過去のウェッジを作っている。まあ、それにしても、まあ、過去のウェッジ作ってるんですけど、その中にもう一発作ってるみたいな感じですね。過去のウェッジを作っているような状況でございます。で、今ちょうど、そのね、短期的に、まあ、短期的にというか、5月の中盤あたりから作られている高値を結んだラインをいよいよね、突破しようとしております。ですから、ソル、もう、ちょっと短期的に言うと、チャンス通貨ですよ、っていうのはね、押さえておいてください。よろしくお願いしますよ。明確に、この高値を結んだラインを超えていければ、はい、もう、超えて、ほぼ超えていってるかなと思いますので、ちょっとこれチャンスが訪れてるんじゃないんですか、っていうのはね、意識しておいてください。雲がどうか、うん、雲も抜けていきますから、それこそこの前の配信でも言ってましたね。44ドルあたりを明確に抜けていけば、うん、抜けていけば、まずは54ドルぐらいまでの上昇がね、見ていけるでしょう。54ドルあたり。はい。そしてそこをね、超えていければ、いいですか、超えていければ、ここ、うん、日足の雲の形ないしは、いいですか、日足の中期が67ドルぐらいにいますので、54ドルからの67ドル付近をね、目指して上がってこれるような状況にはなるんじゃないかなというところで、44ドル超えからの53ドルでしたか、そのあたりでの半利確ぐらい、もしくは3分の1利確で、残りを67ドルぐらいまで見ていく、みたいな形でね、やっておいてもいいんじゃないかなというふうに思いますので、ここは一つね、押さえておいてください。こんだけね、まあ、ビットコインに釣られて上がって、ガチッと上がってきておりますので、ちょっとなんとかね、この下降ウェッジをね、抜けていってほしいなというところ、抜けていけば、まあ、かなりの確率でね、上への上昇がね、見込めていけるでしょうから、ロングチャンスがもうすぐ訪れておりますよっていうのは、押さえておきましょう。よろしくお願いいたします。はい、それではね、本日の第2部の配信は以上となります。そして行きましょう。チャンネル登録者様がなんと来ますか、なんと、1万と、847名の方に登録をしていただいております。ありがとうございます。皆様本当にありがとうございます。今ですね、ぐん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 ね、登録者様が落ちてきております。本当にね、ありがとうございます。じゃないでございますね。本当に、よろしくお願いいたします。私ね、ビットマン TV 頑張ってね、配信を皆様ね、のそばに寄り添えるような形でね、配信をしていきたいなというふうに思っておりますので、今後ともね、ぜひともぜひともよろしくお願いいたします。そして冒頭でも言いましたように、バイビットさんのダブル SOT がね、始まります。6月10日からエントリー開始でございますので、一緒にね、参加をしていただける方、ぜひともね、お待ちしております。ますので、ここはね、本当に本当によろしくお願いいたします。やっぱりこうね、ちょっとこうあちらでございますよ、賞金が取れるレベルでね、ぐぐっと力強くいきたいなというふうに思っておりますので、トレーダーが上手いね、ガッチガチの勇者の方も、そしてやり始めの方も、うん、今までやったことないよっていう方もね、全然多いね、結構でございます。まあ根本モットーは楽しんでいきましょうっていうのが一つね、やっぱり私ビットマン TV の思うところでございますので、気兼ねなくね、参加をしていただければ大変ね、嬉しい限りでございますので、よろしくお願いいたします。まあこの悪い相場感の中でね、やっていくのも一ついいんじゃないかなという
ていうのは思いますので、ここも楽しみの一つとしてですよ。うん、楽しみの一つとしてやっていくのもみんなでワイワイガチャガチャやっても面白いじゃないかというふうに思いますのでね、よろしくお願いいたします。はい、それでは本日の第2部以上となります。で、明日ですね、ちょっと午前の配信がおそらくできずじまいかなというふうに思いますので、明日は第2部のみのね、配信になりますから、ここはね、ちょっと合わせてよろしくお願いいたします。それでは次の配信でお会いしましょう。それではおやすみなさい。では、バイチャッ。